う少しだけ待ってて。未来。少し平気か？大丈夫ですよ。どうしたんですか、センさん。以前レイが言っていたこと、1年前のバス事故で友人が亡くなったという話が気になっていてな。それはもしかして私が巻き込まれた事故と同じものか？はい、すみません。同じバスに乗っていたセンさんの前で話すことではなかったですね。いや大丈夫だ。ただレイが間接的にでもあの事故と接点があったことに少々驚いたくらいだ。辛いとは思うが、よかったら友人のことを聞かせてもらえないか。あの事故に関係することはできる限り知って記憶に留めておきたいんだ。ただ一人生き残った者として。わかりました。ミナのユーリ、それが彼女の名前です。ユーリとは同じ中学校で入学した時に知り合いました。私はクラスの中でも一人でいることが多かったので、そんな私を見かねて彼女から話しかけてくれたんです。綺麗な子で大人びていて、いつも落ち着いていたから誤解されて冷たく見られることもあったけど、本当は寂しがり屋で誰よりも周りに気遣いができる優しい子でした。私の大切な親友です。一緒に中学校を卒業したかった。すまない、辛い話をさせたな。あ、いえ、私も聞いていいですか？ユーリが亡くなったあの事故、事故の前後で何か変わったことはありましたか？答えたいのだが、あの時車内でユーリ、中学生の女の子が電話をかけていませんでしたか？いや、悪いが私は事故が発生した前後の記憶がほとんどないんだ。かすかに覚えているのはあのバスで母が隣の席に座っていたこと。次の記憶は救出された時のものだ。病院では事故のショックが原因だと言われたよ。そうですか。何か気がかりなことがあるのか？バス事故があった直後の時刻に電話がかかってきたんです。ユーリから。最後に親友の声を聞きたかったのだろうな。そうであればまだ救いがあるのですが。話を聞くばかりで力になれずすまない。いえ、いいんです。埋め合わせというわけではないが、私でよければいつでも相談に乗るぞ。ありがとうございます、センさん。それではまた変国でな。一人で大丈夫だった？もちろん、ナナナ子供じゃないからね。絶対子供やと思うけど、どう考えても子供だな。そこの二人、勇気は見た目じゃないのだよ。いや、そもそも見た目の話やなくて、完全に言動を元にした推測だ。失礼しちゃうな。プンプン、レイからも言ってよ、ナナナは大人だよね。私も子供だと思うけど。なんで？ナナナショックでしょぼんだよ。そういうところじゃないか。もう年の話はええから、そろそろ行くよ。また出た。なんでこのタイミングな。警告しておこうと思っての。レイちゃんにもしものことがあったら僕とっても悲しいからね。警告ですか。勇気の姫に気をつけることじゃ。勇気の姫が近くにいるよ。ちょっと待って、それって勇気の姫。聞いたことあるよ。勇気が噂してたから。どんなに魂が欲しくても勇気の姫にだけは手を出すなって。心さん、もしかして。決まっとる。あいつのことやろ。何が姫や。アナムネシス、近くにおるんやったら望むところや。うちがこの手で決着つけたる。勇気の姫、そのことは聞き覚えがある。だがなぜだ。さらなる魂よ、あのお方のために。また奴らか。やっぱり気味悪いよね。まるで他者に仕えているように見えるが、それも盲信的に。普通勇気になるような魂は自意識が強くて、他の勇気と行動を共にすることなんて珍しいんやけど、生前からよほど他人に依存する生き方をしてきたのだろう。だから死んでからも便利に使われてるんやな。新たな魂たちよ、その神魂を捧げよ。あのお方のよみがえりのために。ああ、アナムネシス様。そういうことか。こいつらアナムネシスに尻尾振ってるんやな。ナンバみたいにな。心さん、アナムネシス、それほど求心力のある勇気なのか。そんなええもんやない。あいつはただのエゴ丸出しのクソ勇気や。レイ、今声が。声、私には聞こえなかったが。うちもや。勇者が騒いでるんちゃうの。でも確かに。お姉ちゃん、未来、間違いないです。未来の声が。こっちは大丈夫だ。心さんも無事だ。無事やけど完全に分断されたみたいや。レイちゃんはそっち。はい、すみません、私のせいで。妹さんの声が聞こえたなら冷静でいられないのは仕方ない。レイちゃんは腹出し娘と2人で未来ちゃんを探して、うちらもこのまま進んで合流できそうな道を探すから。わかりました、気をつけて。な不本意やけどレイちゃんのこと任せたよ。了解だよ。レイは布長が守るからね。未来、お姉ちゃん。そうだよ、お姉ちゃん。よかった。人が未来。やっと会えた。ずっと会いたかった。会って謝りたかったの。お姉ちゃんが私に謝るの？え？どうして？ごめんね未来。妹を守るのがお姉ちゃんなのに、私あなたを傷つけてこんなことに。お姉ちゃん何言ってるの？分かった。いつも好き嫌いばっかりして困らせるから、それで謝ってるんだね。違うの、そうじゃなくて。多分目覚めてすぐだからまだお寝ぼけ状態なんだよ。いいよ、気にしないで。わがままなこと言うお姉ちゃんも本当は好きだよ。だからもう謝らないで。未来。私はね、お姉ちゃんが私を見て、私のことを思って、私が寂しい時いつでも手が触れ合える場所にいてくれたら、それだけで幸せなんだよ。あの時私はあなたの手をつかむことができなかった。私の前でそんな顔しないで。笑ってよお姉ちゃん。笑ったお姉ちゃんのプニプニほっぺツンツンするのが私だけの特権なんだから。ありがとう未来。もう絶対に。やだ、お姉ちゃんと離れたく。未来、なんで。あら、ここで逃がすつもりはなかったんだけど。困ったわね。どうしようかしら。なんでこんな。この怖い人誰？アダムネシス。お行儀が悪いわね。親のしつけがなってないのかしら。答えて。なんで私と未来を変国に引きずり込んだの？なんで未来を付け狙うの？そうね、ただ答えることは簡単だけど、完璧に答えることは難しいわね。知ってる？死者はみんな魂に欠損があるの。記憶が欠けていると言い換えてもいいわね。私もそうよ。絶対に忘れてはいけない一番大切な人。その人の記憶が私にはないの。それが私たちを狙うことと関係があるんですか？ええ、あるのよ。だってこれは全てその復讐ですもの。復讐？一体何を言ってるんですか？私たちがあなたに何をしたって言うんですか？私は大切な人との絆を奪われた。もう名前も思い出せないあの人との絆だから、同じものを奪うの。そんなの私知らない。教えてあげることもできるのだけど、それよりもその身をもって知ってもらいたいわ。これは私が主役の、そう、復讐と再生の物語。ハッピーエンドは復讐を果たし、大切な人のもとへよみがえりして帰ること。何がハッピーエンドですか？そのためにたくさんの魂を、心さんを傷つけて。ええ、当然でしょ。だって私の物語は私が主役なんだから。どれだけの魂が犠牲になっても私のハッピーエンドにたどり着けばそれでいいの。身勝手すぎます。あら、あなたがやっていることと何が違うの？それは答えられないでしょ。本当はもうずっと前からあなた自身気づいていたんじゃない？違う。あら、気づいたことに気づかないふりをしているだけね。自分を騙すのが上手ね。自分の心を偽って自分の行いから目をそらして他者の魂を刈り取り続ける、己の欲望のためだけに。違います。私はそんなんじゃ。何も違わないわ。あなたは私と同じエゴで動くお人形。レイ、しっかりしてレイ。ねえ、あなた、自分の大切な人に真っ赤に染まった手で触れてどうするつもりだったの？やめてください。お願い、もうこれ以上言わないで。しっかりしてよレイ。あら、鏡に映る自分を認めたくないのね。もういいわ。私はあの子を追わないといけないから、全ての準備が整った時また会いましょう。レイ、レイ、アナムネシスどっか行ったよ。先に謝るからね。ごめんレイ。あいつ未来を追っていったよ。レイはそれでいいの？よくないよね。な知ってるよ。レイがどれだけ妹を大切に思ってるかも、何があっても絶対に助けるって決めてることも。だってなはレイのことちゃんと見てきたから。な悩むのも苦しむのも全部あと、今は倒すの手伝って。これで終わり。すぐに追いかけないと。待ってて未来。休養も必要なことですから。